はい、どうも、こんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、御剣裁判が、一回終わったんだよな。そう。ちょっと進んで、前もらった湖のなんかすげえ遠くの船に2人乗ってるってことぐらいしかわかんない写真が、拡大写真になって、なったけど誰っていう。誰なのっていうとこを、またじゃあ、検察側、弁護士側調べてきてくださいって感じで終わったのかな、前回。で、また公園の調査をちょっとやって、前回終わったから、また続きからやっていこうかと思うわ。ここっていつも静かだね。大手屋さんやってないのかな。湖で殺人があったわけだから、しばらく休むんじゃないかな。なるほど。あ、俺の持ってきたアイテムが。なるほど。反応してるよ、金属探知機だ。じゃ、お前の声忘れた、やべえ。ああ。近所迷惑な探知機だな。バカうるさいんだな。どうやら奥の茂みに反応しているみたいだ。茂み怪しくない？茂みめちゃくちゃ怪しいじゃん。でもさ、このボート売り場からさ、奥の茂みっつったらさ、そう、俺今話聞いて思ったんだけど、あいつがキャンプしてた場所なんだよな。あ、まゆちゃん、ちょっと見てきて。なんで私が。これ今日のまゆちゃん、あんま低くないかもしんない。なるほど。こんなものが。ああ、もう絶対、殿様のあれか？いや、でも、なんかおかしいな。それってボンベだよね。線の部分が壊れているみたいだ。よしじゃなかったね。いいかい、まゆちゃん。まずヒョッシーは茂みにはいないんだ。そしてヒョッシーは金属探知機には反応しないよ。このボンベ、何か絡みついているな。万国旗。一応拾っておこうか、せっかくだし。重いな。つか、ボンベってこれさ、俺らこのが、この大きさでさ、証拠品として見てるけど、これバカでかいのか。で、俺は持ってんの大丈夫か？なるほど、持てる？じゃあ特に調べなくていいかな。万国旗でもこいつ知ってんじゃないの？知ってないかな？万国旗関連じゃないんだって、こいつが掲げたのが万国旗でしょ？だって。なよ、ボンベか？ それがどうかしたか？やはり。このボンベだけど、まあ、見覚えがないかぐらいじゃない？そんな。見覚えがないか、このボンベ。え？いや、知らねえぞ、俺は。この寒いのにダイビングなんかしないって。なんか目が泳いでるぞ。もっと追求してみた方が良さそうだな。え？あ、突きつけまくればいいんだ。突きつけまくれば。てか、お前のかって直接言えばいいのかな、じゃあ。お前じゃないか。このボンベ、お前のじゃないか。なんだよ。ほら、ボンベの線のところに万国旗が絡まっているだろう。後ろのトン様の万国旗と似ているからさ。まあ、似ているも何も、万国旗使ってのここしかないしな。偶然だろ。万国旗なんてどこにでもあるからな。ほれ、小学校とか、中学校とか。第一、ボンベなんて俺が何に使うって言うんだよ。ああ、膨らませた。あ、膨らませた方じゃない？お前これを使って膨らませたんじゃないのか？何をだよ。決まってるだろ。後ろで威張ってるあの殿様んだよ。そんなこと聞いてどうしようってんだよ。どうやら図星らしいな。まあな。実はさ、いつも使ってるコンプレッサーが壊れちまってよ。一回試しに使ってみたんだけど、ダメ、うまくいかなかったよ。やっぱりそうだったか。ボンベをしまう、さらに加え、まあ、聞くだけ聞こうぜ、一応。うまくいかなかった。まあな。その話もっと詳しく聞かせてくれないか。なんだよ。実はこの話あんまりしたくないんだよな。聞きたい聞きたい。
ちょ、今失敗したな。調子悪い今日。わかったよ。いやな、さっきも言ったけど、コンプレッサーが壊れたからさ、ボンベの空気で膨らまそうとしてみたわけよ。ところが、パーン！すげえ音がして、線が弾け飛んじまってさ、ボンベのやつでロケットみたいにシュポーンって、シワシワの父様くっつけて飛んでいっちまったんだよ。そりゃすげえ音がして、俺もビビっちまったよ。終わり？ああ、飛んだボンベ。あの、父様をくっつけたボンベが飛んだのは分かったんですけど、それからどうなったんですか？あれが起こったのが20日頃でさ、20日、今から約1週間前か。どうもボンベのやつ湖の方へ飛んでいったみたいだから、それから毎晩ボートで必死に探したんだよ。なんだって和美がくれた愛の父様なんだからさ。で、いつ見つけたんですか？ああ、やっと一昨日の夜さ。そんな湖でかいの？こんだけさ、わかりやすくプカプカしてたらさ、見える気がするけどな。そんなでかいのか、湖。一昨日の夜って事件があった夜じゃないか。ごめんな、なるほど。事件の夜実は俺ここにいたんだよ。でもな、俺12時より前に帰っちまったから。湖で事件があったことは知らないんですか？まあね。残念。でもさ、あ、でもさ、どうやら厄介な謎が一つ解決したみたいだな。音か、音じゃないな。なんだ、ボートが浮かんでたこと？厄介な謎。報告しに行くか、彼女に。え？彼女に？え、何？こいつかな？女、こいつしかいないよな、キャラクター。え、謎って何？え、ヒョッシーどうこうじゃなかったっけ、こいつに与える情報って。どうや、ヒョッシーのことなんか分かったんか？まだ見つからないんですよ。気合い入れなあかんで、この辺夜は冷え込むからな。そういえば寒いですね。あ、くしゃみが。あかん、くしゃみあかんで。拍手。敏感すぎるだろ、音に。こら、くしゃみはあかん、言うたろが。言うたろ、難しいな。自動シャッターの破裂音の設定を少し緩めたんや。今カメラはカルマケンジの指パッチにも反応するんや。すいません。どうしてくれるんや、フィルム。なるほど君、払っといて。とほほ。事件のこと。うちな、今日の裁判でつくづく思い知ったんや。ええ加減な気持ちで証言したらあかんねんなって。だからもうあの事件のことは喋らんことに決めたんや。ええー。いやいや、この事件について何か情報があるって言ってましたよね。それを教えてくださいよ。だから、それはヒョッシーの情報と引き換えや。どうや兄ちゃん。うちは待ってんねんで、あんたの情報な。どうや、ヒョッシー見つかりそうな。まだ見つからない、もういない、ヒョッシーはいない。とりあえずそんなに簡単には見つかりませんよ。早せんと明日の裁判に間に合わんで。まいったな。いないにしてみようか。夏美さん、いないんですよ、ヒョッシーなんてね。なんやて。ほんとだの、なるほど君。どうしや、証拠でもあるんか。ヒョッシーがいないという証拠は、でも彼女に伝えないとなって言ったってことは、あれが証拠なのか。弁護士は証拠なしには結論は出しませんからね。ヒョッシーがいないという証拠は、え？え？頑張れ、なるほど。でも警察のさ、なんか秘密兵器でなんか探しそうだけどな、まだ。ミヤリさんのボンベ。なんや、そのボンベは。これがヒョッシーです。はあ？どういうこと、なるほど君。
この近くにまんじゅうの屋台があるんですよ。そこには空気で膨らませた大きな人形があるんです。1週間前ちょっとドジなやつがボンベでそれに空気をボンベの線は破裂して湖の方へ飛んでいきました。パーンという破裂音とともにね、破裂音、ああなるほどね、形がね。ボンベはシワシワの人形をつけたまま湖に着水しました。この瞬間、おー、偶然湖のほとりで写真を撮ったカップルがいたんです。それがこの写真です。写るけどな、普通今の技術だったら写るだろう明らかに違うとわかるだろう。その表紙だけ暗くならないだろう。じゃあヒョッシーの正体はチボンダー殿様だったの。ああかわいそう、うちの夢もしぼんだ。すいません、夏美さん。わかったわ、あんたの勝ちや。約束通り情報を聞かせてやるで。聞かせてやる、やるで、やる夏美さんちょっとかわいそう。聞かせてもらおうじゃないか。じゃあ夏美さんの知っている情報を教えてください。しゃあないな、約束やし。警察で聞いた話だけど、明日の検察の証人はな、この先にある貸し棒手屋の管理人らしいで。貸し棒手屋、あそこ人がいたんですか。おっさんが一人で住んでるんや。調べてみたらええんちゃう。ありがとう夏美さん。ほら、行こうよ、なるほど君。ちょっと待ち。まだ何があるんですか。事件のあった晩やけどな、うちのカメラ2回作動してたんや。は？じゃあこの写真以外にもう1回撮影を。まあな。ただ湖には何も映っとらん。何の証拠にもならん思うて今まで出さんかったんやけど、何がどういう証拠になるかわからんからな。これ持っていき。いやでもこれだとさ、そのこの時間湖で何も起こってないっていう証明だからな。うちに荷物片付けて帰るさかい。元気でな夏美さん、かわいそう。やはりのせいだ、あいつの伝説は未だ健在だったな。伝説、やはりの関係者はみんなこの言葉を思い知る運命なんだよ。事件の陰にやっぱりやはりってね。ちょっぴり迷惑かも。行きましょうか。じゃあ警察からなんかもらえないのかな。てかまあなんか必要だったらまあ言うか、なんかあればいいのになって言ってくれそうだもんな、なるほどが。ねえねえ、なるほど君、辰巳さんが言ってたのはあそこのボート屋さんだよね。そうだね。でも人の気配なんかはしないぞ。まあまあ、とにかく行ってみようよ。え、行けんの？え、入れんの？え、ざるだな、警備。鍵閉めて行けよ。管理人の小屋。あ、いる！え、お前の声わかんねえ、もう。めぐみけん、それに勇気ヒーローじゃないか。お前たち今までどこに心配かけおって。なるほど君、さどうぞ。いやいや、ここは迷いちゃんが。めぐみや。はい。やっと決心してくれたかい。はい。この蕎麦屋ついてくれるか。蕎麦屋。そうかそうか、父さん安心したぞ。お前たち兄弟揃って出て行っちまった時はどうやってのれんを守っていこうかと。さゆりさん二人が戻ってきたよ。おはよう。おはよう。なんだろうな君、今のオウムだよ、泊まり気にいるやつ。ゆきひろや。あ、はい。長者ののれんはお前に任せたぞ。なるべく、
長寿庵って何？今までの情報から推理するなら多分蕎麦屋の名前だろう。さゆりさん、もう安心だな。おはよう、おはよう。そうかそうか。くぅ。寝ちゃった。安心したみたいだ。認知症的なやつなの、この人は。認知症的なやつなのか演技なのかわかんないんだけど。どうしよう、調べてからにしようかな。じゃあでも汚いかと思ったら結構綺麗だな。言うほど言うほど汚れてもないよな。そうだね、見た目によらずきちんとした性格の人らしい。そりゃそうだよな、ロド君。なんだってお蕎麦屋さんなんだからね。お蕎麦要素ないけどな、今んとこ。うわー、立派なオウムだな。おはよう。こんにちは。無視された。くぅ。あ、起きた。忘れたのか、めぐみ。まだ、まず名前を呼ばないと。名前。さゆりさん、どうだい最近。おはよう、おはよう。なあ。そのさゆりさんって言うんだ。へへ、いるこの情報。本当はいるか。でも、おはようだけじゃつまんないね。ほほほ。さゆりさんはいろんなことをしゃべるぞ。それには合言葉が必要なんだな。合言葉。さゆりさん、さゆりさん、お名前は。さゆりさん。いやあ、かわいい。気に入ったみたいだ。とは、まあ、こたつか。やっぱり冬はこたつだね。あ、そうだ、うちの事務所にも置こうか。依頼人とみかんでも食べながら。殺人事件の話をするのか。うん、なんでそう言えないことを言うかな。せんべいとみかんってもう完全なこたつ先生だな。いいこたつだな。高そうな釣り竿だ。それだけ。へえ、いろんな魚がいるんだね、ひょうたんこって。なんか変だよ、なるほどくん。これって海の魚ばっかり。お、詳しいね、まゆいちゃん。ギフタルほど気づいてなかったもんな、それには。テレビもあるんだね。わしな。あ、かわいい金庫だ。どれどれ。鍵がかかってる。そりゃそうだろ。金庫の意味ねえもんな、鍵かかってなかったら。タンスと変わんねえもん。じゃあ話そうか。すいません。お蕎麦屋さんって。じいさんの代から受け継いだ長寿庵ののれんもやっとお前たちに渡すことができるの、めぐみや。あ、はい。明日からみっちり三帰りかな。三帰りの極意を畳み込んでやるからな。見返りだした。見返り。まあまあ見返りかもあったけどさ。雪広も、はい。お前も立派な板前になるんだぞ。板前ってお寿司屋さんじゃなかったっけ。めぐみ。あ、はい。板前といえば蕎麦を打つ職人のことに決まっとるだろう。そうですよね。決まってますよね。あ、僕。うん。いつまで続けるの、この不毛な親子ごっこ。このおじさんは事件のことを何か知っているはずだ。それを聞き出すまではまだ帰れないぞ。グー。毎回入りこれなの。毎回この鼻長身から。ここ菓子ボート屋ですよね。何を言ってる。ここはそばの老舗長寿庵だよ。なんか知らんが、最近の客はそばも注文しないでボートに乗りたいんですけどなんて嫌がるからな。仕方なくボートも置いてあるんだよ。まったくわけわからんな。本当わけわかりませんね。なるほど君、
ダメだよこりゃ。でもこのおじさん明日の法廷の証人なんだろう。事件について何か情報を引き出しておかないと。さゆりさん、いやすっかり忘れっぽくなっちまったから、大事なことは全部さゆりさんに教えてあるんだよ。大事なこと、じゃあ例えばさゆりさん、金庫の番号は1228。やった。ここらさゆりさん、不用心だ。なるほど、頭を使わないとね。悪いやつ。ほらほら、なるほど、メモメモ。いいのかな。どうすんだろうこれ。調べる。これどうすんだろう。突きつけるかなんか。いやーでもな、突きつけてもしゃあないよな。あ、さゆりさん突きつけた。そうだよな。他のもの突きつけてみるかってことは合ってんのかな。これとかは。時間かかんだよお前、いちいちそんなことしてたら。なんだろう。写真のことも多分知らないもんな。ってなると、よし。あーダメか。ってなるともうピストルぐらいしかないよな。ピストルはでも物騒すぎない？ピストル突きつけるって意味変わってくるよな。そうだな。じゃあ一旦出てみようか。あんまりでもないな。いやーでもな、なくない。だってこれもう一回あるかな。警察また行ってみようか。じゃあ警察また行って、これか。これで、あれ、糸の子刑事いないぞ。そういえば捜査会議があるって言ってたよね。ああ、そうか。また後で来ようか。じゃあ、本当にアイテム限られてたんだな、普通に。ミチルギは今、取り調べを受けているらしい。また後で来ようよ。じゃあ絶対これあれじゃん、おじいちゃんに突きつけるパターンじゃないこれ。あ、いや、やっぱりね、シャバの空気は。明日の法廷もう無茶しないでくれよ。グッグッグ、それはどうかな。もう三剣も保釈金払ってくれないぞ多分。うん、無茶しない。やれやれ。変わんないねこれ。いやもう変わんないなこれ。操作する前から変わんないわ多分これ。あ、みんないないな。みんないなら絶対あれだな、突きつけるだな。ちょっと待てよ。よし戻ってきた。なんかあるか。でもなんかいまいちピンとこないんだよな、突きつけるわ。まあもう順番に行くしかないよな。でもカメラはでもしゃあないしな。これまさか知り合いとか。ああダメだな。これ、いやこれ関係ないもんな別に。なんだ、弁護士バッジとか。あ、変わった。あ、弁護士バッジ。あ、はい。バッジだけ見て弁護士だってわかるなんて、このおじさんが初めてだぞ。わかったぞ。さてはお前、幸宏じゃないな。
声ぶれたな。なるほど君、とりあえず誤解を解くチャンスだよ。おじさん、僕は幸宏じゃありません。ちなみに私もめぐみちゃんじゃありませんから。僕たち湖で起こった殺人事件を調べているんです。協力してください。そうだったのか、弁護士。おじさん、お願い。わかった、協力するよ。ただし、一つだけ条件がある。なんですか？その事件が解決したら、長者ののれんをつくと約束してくれ。いや、無理じゃ。そんなことはできない。できない、やってみようか。この親子者め、協力なんかするもんかい。急げちゃったよ。それに結局誤解も解けていないし、仕方ない、嘘でもいいから店を継ぐことにするか。いいよ、この事件さえ解決するなら。それに蕎麦処なるほどの方が僕の名前にもマッチしてるし。それもそうだね。よく言った、それでこそ幸宏だ。いやいや、だからおじさん、めぐみも。はーい。そうかそうか、父さん嬉しいぞ。じゃあ話を聞こうかな、あさゆりさん。おはよう。おはよう。なんとかして事件に関する情報を聞き出すんだ。え、ああそこ話すか。え話すでもないの。じゃあまた次回、ここら辺一旦終わるか。一旦終わって次回じゃあまた突きつけるパートかな、やっていこうかなと思うわ。じゃあ、あざした。